Yeah? あんまりいいもんじゃないね。あんたって人の器のでかさが身に染みてわかるよ。あとは桐生さんがどう締めくくるか、それだけか。東城会直系の組長たち。No, I've already actually played Yakuza 6. I actually played Yakuza 6 first. That's crazy. Mm-hmm.Nah, I don't want to do it again. I gotta get ready for Yakuza 8 and, no, sorry, not Yakuza 8. Like a Dragon 8 and Like a Dragon, the man who erased his name. Four days. Oh, my. Aizawa. How did you come here? That's.No, they're coming up soon. I think、the man who erased his name comes out this fall. お前が座っていい場所じゃない。本当にそうでしょうか。俺にその資格がないというんなら、道島会長だって同じようなもんでしょう。どういう意味だ。四代目、あなたは堂島会長が本当に構成員3万人という組織の頂点にいるべき人間だと思ってるんですか。何が言いたい。堂島会長が現在の地位につけたのは大幹部だった堂島組長の意向だ。四代目だったあなたの口添えによるところが大きい。寺田五代目の裏切りによって登場会がバラバラになりさえしなければ絶対に後目を継ぐことなんてできなかったですが、裏を返せば極道の地位なんて所詮そんなものだってことですよ。いくら力や金を持っていてもコネがなければのし上がれない。You mean Yakuza 8 there, Midnight? And it's Like a Dragon 8. So, what's your next single player main game like Yakuza Persona 6? Not either of them, just games like them. What's my next one that's like them?
Well, I guess I'm kind of playing it already with Baldur's Gate 3, playing it with my girlfriend. It's technically a single player game, even though it has multiplayer built into it. But if you really want to go like real, like single player game, it'd probably be Cyberpunk 2077. I still have yet to play the game. あの相沢があんたの息子だったとはな。俺の極道人生は最初からつまずきっぱなしだった。最初に杯交わした親父は四次団体の弱小組織、偉くなるためには人が好んで EI3 仕事ばっかり。 Dead Island 3? この中に仕事でヘマをした責任を取って他人のクソを食ったことがあるやつがいるか。肩で風切って歩いて暴力でのし上がっていけるのは強力な後ろ盾があるやつらだ。だが俺にはそれはなかった。自分がのし上がるため自分の兄貴分を殺し、親父を殺し、血と汗にまみれながら上を目指していった。だがな、脇目も振らずにのし上がった結果手に入れたものは権力という力だけだった。半年前だったよ。 Taken a place in a place called Hella. 突然肺がんを宣告されたんだ。俺はその時初めて焦った。What you doing, Yo-Yo? Panini head. Panini head. 金も力も残してやれる。誰もいないことに。それで黒沢は血のつながったお前に全てを残そうとした。そういうことか。そうです。でも俺が極道でなかったらあの人はどうするつもりだったんでしょうね。本当、死ぬ前の人間が考えることは理解できません。だがお前は黒沢の計画に乗った。ああ、兄貴分だった森永を裏切って殺したのもお前なのか。途中までは計画通りに行ってたんです。森永さんも今の登場会のあり方に疑問を抱いてた一人です。いろいろと協力してくれました。だが森永さんは福岡で堂島会長がいなくなってからというもの俺に計画から降りるよう迫ってきた。森永さんは俺にこう言いました。お前には桐生一馬を超えることなどできない。今すぐこの計画から手を引けとね。福岡であなたに接触したのは間違いでした。あなたは危険すぎる。あなたのそばにいる人間は皆あなたの魅力に引きつけられていく。相沢、でもそれが生まれ持ったカリスマだって言うなら、そんなんだったらずっとあんたが登場会のトップやってりゃよかったんだ。違いますか？家柄、それに才能、強いやつが勝つはずの極道の世界で
そんな生まれ持ったもんだけで勝負が決まるなんてバカバカしい。だから俺はあんたたちカリスマと呼ばれる人間が派手に暴れ回る裏で一人自分を鍛え続けた。強い奴が勝つ、それだけを信じてね。Are we gonna fight now? 正直、あんなクソみたいな親父が残してくれたもんなんてどうでもいいんです。初めて自分の力で頂点の人間と戦うことができる。あんたに勝てばこの世界のてっぺんに立つことができるのか。それを試したいんですよ。ハンデなしでお願いします。キリュウさん、さあ後半開始ね。次はいよいよドリームラインのデビュー曲のお披露目よ。気合い入れ直していこうね、あずさ。ええ。はるかもいい？次の曲はあなたがメインなんだからね。ん？はるか？聞いてる？ありがとうね、舞さん、あずささん。突然どうしちゃったの？行こう、私たちの夢の舞台に。私たちは今日新ユニットドリームラインとしての第一歩を踏み出します。ドリームライン、夢の航路。私たちの歌を聴いてくれた皆さんのもとに少しでも夢が運ばれていくことを願っています。聴いてください、ドリーム。Okay. Oh, baby, before you go, stick it.I want that as a pin. If he ever does make a pin of it, I'll buy that. You want a sticker of it too? Mm-hmm. Okay.I got mirrors. I know, you got mirrors to actually put your stickers on. Also, guess what else I actually got a email about? Huh. Closed beta for Skull and Bones. It's a Ubisoft, basically, take Assassin's Creed Black Flag and just have the sailing part.Big fucking Assassin's Creed. So I got closed beta access. So yep, I have all of that.
さあ決着をつけましょう、キリュウさん。相沢、一つ教えといてやる。何ですか？人間には才のある人間とそうでない人間の2種類がいる。だがな、才のある人間の中に自分の才能だけで強くなったやつは一人もいない。超えるんだ。壁を見つけて超えていく。人ってのは乗り越えることでしか成長できねえんだ。キリュウ、お前の理屈は間違っちゃいない。乗り越えるべき壁が俺だというのなら付き合ってやる。二度と乗り越えようとすら思えない力の差、一度だけ味合わせてやる。それじゃあ俺はあんたを倒し、名実ともに極道の頂点に立ってみせます。ああ、超えてみろ。だが俺も超え続けてきたということをその体に教えてやる。行くぞ、キリュウ！やりますね。Come on! I'm spamming that A! Come on! Here we go. Woo! Oh, nice.
Nothing to grab in here, lovely. Oh, that's a new one. I've never done that one before. Okay, I think I need to glue a part of my controller back down because I keep I keep popping something off. Every Yakuza has a different guard break. Gonna kick him through the door!
health is almost down. Oh god. Down here. I need to glue this damn thing down on the controller. Come on.